ですね。関係ないからこれです。で、この状態からいきます。オイリー。いろいろあるね、それ。オリーブオイリー。オリーブオイリー。1,2,3 結構入れる。そしてガツンといっちゃいます。ファイヤー、ナジナジナジンコナジリーナですね。それ何やこれ、こう知らないなんか。知らねえよ、あの料理の YouTube の、ナジナジナジンコナジリーナ知らん。言ってる人いるので、これで、少しなじましたら余計を入れて弱火に加熱ですね。で肉ちょっと残ってるんですが、まず、肉を溶かす。全部入れるかね。ガツンと。ガツンと入れた。で、ちょっと軽く。これちょっと解凍しなかったんで、これちょっと、まあ、凍ってるのでちょっと加熱するんで同じなんですけれども、これ2人分なんで、ね、あと1人じゃないんで、この状態で。開けていきます。多少バツンつけるカフェ。ちょっと強引に行きました。おかんと、おかんと。で軽くマックスまでアップしてください。ほう。で、軽くマックスまで。で、当然ながら、凝ってる分の肉の方が、火こんないでね、生肉をカッサカにする。時間かかっていますので、これですね。いろいろ来るね。はい、ちょっと体力ですからね、はい、バツンとこう横の。はい、バツンバツンバツンで、どん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 火が通ってくるんで、で、この間玉ねぎをバツンバツンしてます。はいはい、バツンバツンバツン、はい、バツンバツンバツン、ちょっとあれな、進行があんまりよ、バツン、火が来ましたんで、これはバツンと中央に、穴を開けて、玉ねぎです。これで香りをつけていきます。バツンバツンバツン、じゃあ全体をこれで、焼肉のタレをつけるだけで常にうまいんですけれども、それじゃね、意味ないんでね、この状態にして取ったら今度こいつを入れます。ニンニクドカンとドカン、ドカンと入れます。激しいな、おい。はいよ、はい、大体肉に火が通ってきたね。そしたら、はい、メイン1個で入りながら、1個に向こうで、はい、舞茸、舞茸、これはもう、たまって家で飯食うけど、大体ほぼ毎日1個食ったから、はい、毎日夜で、栄養があるんで、ヘタ取らずこのまま使っていきます。ほう、これで手でちぎりながら、これで、ほぐしながら、これマジでマジでうまいな、本当にこれはマジです。で、キノコは火取りやすいんで、パッコで炒めていく感じで、これでまた炒めます。
火力そのままで、火力アップで、そのままいっちゃってください。はい、ある程度、目処はついてましたが、ボールですね。こっちに、卵、なんせかんせ、2人分なんで、はい、1、2、はい、3、いきます。トントン。はい、ガツン。そういう色でガツンいきます。はい、卵ですね。ね。はい。パッ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 。これだけです。はい、ちょっと粗めにね。粗めに。これです。これは次、だいぶ、ナジリーナですね。ナジリーナ。だいぶナジリーナになってきましたんで。ね、ある程度炒まってる。これだけでも焼肉のタレでもちろんうまいですけど、うん、これに一手間かけてください。はい、盛り付けでーす。はい、盛り付うまそうだね。はい、これをまずね、カリブになります。うまそう。うまそうでしょ、これ。これがね、ただ炒めただけなんですけど、これだけじゃですね。これに一つでバッグ入れます。きちんと盛り付けのとこまでね、いつまたこう画面とか置いたりしてね。増えちゃったりしてくるんで、今日はちょっと助かってますね。はい、この形でガツンガツンします。ガツンガツン。汁のね、キノコの汁が出てきますね。これがまたうまいんですな。そのキノコの汁ですかね。これがうまい。できた。でしょ？これでまず大事なの。で、これであんかけと具がまずできた。そして、ここで、卵です。また、オリーブオイル。オリーブオイル。1、2、3。はい。添加です。ガツンと。普通に入れてください。はい、また油をナジリーナです。はい、ナジ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 リーナです。知らないこれ。知らねえ。知らない知らねえんだって、それ。まあ、言いと言ってるけど。ナジ、ナジ、ナジ。はい。あと、ナジにしたら、さっきの卵、これをスクランブルエッグ状にします。このダーッと。はい。そしたら、ちょっとずつこう、なんかそこをずらしながらこうスクランブルエッグのような感じでちょっと固まってきたらずらす、ちょっと固まってきたらずらす、こういうちょっと固まってきたらずらす、でザッとしてちょっと固まったらずらす、ちょっと固まったらずらす、ずらす、で、ある程度、ちょっと固くしたいです。ちょっとこうね、ザッとこんな風に感じです。おう、なるほど。ザッと固くしてね。ヒートが違います。ある程度、ザッと割ったら、して、これをかけます。こびりつくね。こびりつくね。こんな感じね。
これカットですね。ここまでよろしいでしょうか。はい、よろしいですよ。はい、仕上げです。はい、先ほどのアンガです、アンガ。ずいぶん入れるね。アンですね。和風のダナス、こっちも。これね、僕あの YouTube でアップしたかったら一人でなかなか手間かかるんで、一人でちょっとアップがちょっと難しかったんで、今日ちょっと試しチャンネルさんの方で撮ってみようかと思っております。はい、これなんですね。そして最後仕上げです。刻みネギ、冷凍で買いますね。あんの肉で選ぶ。はい、そして仕上げに全部上から少し上げて、これでネギ入れますね。はい、これで完成をさせていただきますね。豚肉と舞茸のカツアンデです。はい、実食。